生の愛とダンさんです。いよいよ本日さいたまスーパーアリーナ2日目、イエーイ、お待たせしました。この日長かった。ここまで、でもなんかあと1週間だよとか、あと2日目だよとかって考えたら、なんかどんどんあっという間にこの日が来たようにも思います。まあ、とりあえず詰め込みます。もうすぐ行くぜ、行くぜ、ウェイ。すごくて、昨日姉のユウが来たって参加してたんですけど、なんかもうマジでやばい、最高って聞いたら、なんかだんだん緊張してきちゃった。あれあれ、もう恒例の正面の方まず向かってるんですけど、イワクラがちょっと今どんな感じか、多分混んでるんじゃないかなと思うんですよね。本当は午前中のうちに行きたかったんですけど、ちょっと思ったよりも遅れちゃって。ああ、全然。今ちょうど視聴者さんに会いました。ご夫婦で、ね、そう、ちょうど真正面からお互いコミュー で、やったー。今なんかガラガラらしいっていう噂を、はい、聞いたので、ちょっと走っていきます。で、今はどうなんでしょうか。空いてたら嬉しいな。いつも見てます。 ありがとうございます。そう、嬉しい。お菓子大好きやから、お腹が空いた時にはもう絶対食べる。本当ありがとうございます。ありがとうございます。進んだ。うん、ドキドキするよ。W2 ゲートからです。みんなにいいんじゃないって言われたけど、ほんまか、まだわからない。
と冷えへんね。そうだね、なんかもっと寒くなるかなと思ったけど、まあ、ちゃっかりマフラーしたけど多分あのライブですごいホットホットになったからね。そうですね、もう心も体も温かいって感じ、もうすごい楽しかったから。ライブの感想はね、ちょっと別の動画多分上がってると思いますので、はい、その後見ていただければと思うんですが、とりあえず最高でした。最高でした。行きますか。そうだからこの時間になるとちょっと今日は空いてますね。おー穴場ですね。穴場場所ではないな。近くには夜桜になってるんですけど、おそらく作業中、はい、もしかしたら裏面で作業してはるんじゃないですか。ね、もしかしたら荷物積んでエンジンかかってるのを見てるのは初めて、ね、最後に草原を見て本当に良かったなというところで、ね、最後噛み締めたいと思います。じゃあ、 あの編集をしに行きますか。はい、頑張ります。